ビュッケンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選州のニーンブルク、ベーザー軍に属すフレッケンで、ザムトゲマインでグラーフシャフト法野を構成する自治体の一つである。ビュッケンは、教会の活動によって創設された。創設は882年で、当時のブレーメン大司教リンベルトが布教センターとして、参事会をビュッケンに設立したのであった。 現在のアルテンビュッケンはこれより早い860年の資料に記録されている。1200年頃には、参事会は多くの寄進や寄付によって北ドイツ地方で最も豊かな朝税者の一つとなっていた。法や博は1413年の特許上でこの町にフレッケンの特権を授けた。ビュッケンは1974年にビュッケンは ザムトゲマインでグラーフシャフト荒野の一部となった。ビュッケンの町議会は十三議席からなる。図柄は金字に直立して、互いに外を向いた二本の黒いクマの手。赤い爪をつけ、赤い切り口を見せている。その手の間の中央に、紋章の下場から伸びる黒い四郷図へ。クマの手は、丘陵種、荒野白を表す。黒と金の配色も荒野白の紋章の色に習った。 ものである。司教図へは、三次会協会とブレーメン大司教を示している。紋章の衣装は1413年に制作された、フレッケンの印象デザインとよく似ている。ビュッケン聖堂、修道士が乗ったロバ、ビュッカードームとも呼ばれる、三次会聖、マテルニアーニ、聖ニコライ教会は、日本の塔と12世紀の混茶を、有する三老式平屋根の列中走り家教会である。 主要な芸術品としては、後期ゴシック様式の装飾祭壇、勝利の十字架、ステンドグラス、説教壇、三次会隕石が挙げられる。1648年の三次会廃止後、この教会は荒廃し、1863年から1867年に徹底的な修復がなされた。ビュッケンは、交通技術上さほど重要ではない。 広域道路網はこの町の町域内を走っていない。ビュッケンから荒野に至る鉄道沿いには小さな駅が一つある。ニンブルク軍交通会社 GMBH バス第20系統が1時間ごとに軍庁所在地、ニンブルク、ベーザーと荒野とを結んでいる。ありがとうございます。